琵琶湖です。前年前の大会でも釣れずで、初バスもまだまだ遠い状況になっております。まあ、パイセンは淀川とかで釣ってますけれども、あと今日参加してない谷もも釣ってます。僕だけ釣ってません、まだ今年初バス。しかしそれに恥じることなく、今回は大きい魚を釣りたいなと思います。そしてもっと琵琶湖のことを知り、お魚のことを知り、たくさん釣っていこうと思います。本日は風が強くなると予報でありましたので、ちょっと途中で切り上げるかもしれません。それまでに何とか釣っていきたいなと思います。それではまた、また次回。それではスタートします。棚がほら、棚がこんなになってませんか。一緒さ、はい、でかい。クラガー。いや、あれですね。どこは違う？うん、今ここって思ったよね。中入りましょうか。お、お、40ぐらいのやつ。ついてきたもん、バン、口つかったんですよ。はい。びっくりした。ちょっと早巻きすぎた今。釣れへんやろ思ったら。なんで逃げた思ったんじゃん。はい。今ね、もう完全取れてますわこれ。そうなんですか。はい。向こうからボーン。はい。ボールやばい。ただいま8時半です。予想通り厳しい展開になっております。もちろん釣れていません。風もだんだん強くなってきまして、もうすでに悩んでおりますけれども、もうちょっと頑張ってみようと思います。ちょっと少しの場所移動の間に朝ごはんを食べようと思います。本日の朝ごはんはいつものように塩むすび。これはまたぺったんこになってる塩むすび。そしてチキンバー、これも最近食べております。最後にまたぺったんこになったかやくご飯ですね。本日は水ももう一本追加しております。この間早思ったより早く飲み物がなくなってしまって少し焦ってしまいましたので、飲み物を追加しました。これを食べてまた釣りに勤しもうと思いますので、よろしくお願いします。
トンボ。グリパン買ったこと忘れて2個食う。あるあるですね。うん、9時です。もう風も強くなってきました。大幅に移動して何とか勝負を決めたいと思います。やばい。ただいま10時です。ご覧の通り全く釣れておりません。あー、もうやばいです。もう魚はいません。琵琶湖に全部持っていかれました。ちょっとでもないやね。でかいバスは上見てますよ。これでも、おっしゃ、さあ食った、よっしゃ、やばいっす、網ください、確実に取りたい、確実に取りたい、確実に取りたい、あ、取りたい。よし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 よ。皆さん、お待たせしました。あっぱれまっちゃんねる、まっちゃんねるの初バスです。見てください、40はあるかなっていうくらい。ちょっと待ってくださいよ。測ろう。測りましょう。少しお待ちを。この一匹のために私はお仕事も頑張りました。大嘘つき。あ、全然40ないです、すいません。口閉じ尾開きの、まあ、35です。嘘でした。でも太さはね、すごいいい太い感じのバスで、はい、すいません。これからまだまだ釣っていきますので、皆さんよろしくお願いします。